セカンドスリットです。どうぞご覧ください。大丈夫でしょうか。何がですか。ちょっとなんかちょっと思ったかなと。あ、大丈夫ですよ。はい、ということで本日は新宿2丁目に来ているんですけれども、はい、今回は久々の新宿2丁目調査隊ということでございまして、本日は新宿2丁目で聞いていくのがですね、先日も動画上がったと思うんですけれども、プレップというものをゲイの人たちにどれぐらい浸透しているのか、プレップしてますかっていうのと、はい、実際に飲んでますかということと、これなんで飲んでないのとか聞いていこうかなという感じで、聞いていこうかなというふうに思っております、はい、ということでレッツモノプレップ。はい、ということで新宿2丁目に来ておるんですけれども、本日はウッチーとベギバギさんいらっしゃい、待ってます。あ、トワイスのサナでーす。ミナでーす。よろしくお願いします。お願いします。だって昔から拾ってくれないのよ。絶対私のことをベギーバギーって言う。あ、ベギー絶対に。ということで本日はプレップを知っているか知らないか。ああ、私は知っております。知る。え、なんならやってます。あ、やってんの。私もプレップ知ってるよ。お仕事柄関わることがあるから、うん、ただプレップを飲んでいるか飲んでいないか。進行先走ったね。ごめんちゃった。今うちさんは飲んでる。飲んでます。もうどれぐらい飲んで。5年ぐらい前から。早くない？その時何で知ったの。飲むってなったきっかけ。生でやってたから。自分が映らないというよりか相手に。あ、ね、そうね、映らないという。おうおう、うん、お互いのセーフティーのために飲んでたんですか。やっぱ性癖とそのセーフの境目ってあるじゃないですか。はいはいはい。楽しみたいけどやっぱ安全をみたい。それは大事なこと、うん、やるって決まった日の3日前から飲む。確かにプレップは自分のためでもあるし相手のためでもある。いや、全然どうですか。私はもう何年もやってないので。嘘ついてる顔じゃないね、今の。本当にやってない。達也何その焦るの。話はいいですよ。お前はどうなんじゃ言うてん。僕はね、ぶっちゃけ今年は1回もセックスしないんですよ。あ、この後もね、でもね、本当に最近はこう見方だと。達也は性の香りするわよ。そう、あのね、うん、朝方の性の匂いするもん。朝方の1回か2回ぐらいやったかもしれないけど、うん、全然あのセーフティーなゴムとか。そうそう、もちろん。あれ100×0だよ。100×2 って全然違う。じゃあ5年ぐらいも飲み続けて。そうだね、ずっと飲むっていうよりかは、その子にやるって決める。オンデマンドで、ね、オンデマンドで。はい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 。飲むきっかけっていうのは安全に楽しみたいから。そうですね、とプラス恋人とかさ、好きな人、いい感じの人とかさ、粘膜と粘膜がぶつかり合い、うん、やっぱりしたいから、相手の船を持って日本でね、手に入りやすくなってくる。確かに、ね、それを扱ってくれるクリニックも多くなった、うんうん、トイレさんは。私飲んでません。飲んでない、うん、それはなぜ。マグロを出してあんましてない。マグロっていうのはなぜ。動かない。動く。手つないだりハグしたりが本当好きな愛の形なの。はい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 、はい、だから、ね、若い頃に知ってたら安心してやれたかも。毎回さ、病院に行かなきゃとかあるやん。なんかそういう恋をしたりとかね。検査したりとか。それはもちろんコンドームもね、うん、しなきゃだけど、うん、粘膜と粘膜を扱いゲームみたいなの好きだな。はいはいはい。そうなった時にはやっぱりこうプレートってもっと前から20代前半とかあったらいいかなと思ったけど、そしたらね、耳の後ろとか臭くなっちゃう。興味はある。あるよ、安全だなっていう。ああ、はいはい、だけど私は今激しいセックスをもう一回したいなっていう、うん、そっちの興味の方が。最近は答えかな。それは相手のこともあるので、ちょっと。あ、そうね、あんまり掘りすぎるの。あ、違うね、うん、掘り方、掘り方をね。こういう掘り方好きなんだから。そう、良くないわ。良くないわ。仕込みって思われるよ。そうやそう。仕込みじゃないかもね。いてる。ありがとうございます。ベビーバギーさんとウッチーさんでございました。ありがとうございます。ということで年齢は21です。25歳。ダダン、プレップを知っているか知らないか。そう、知ってる。嘘でしょ。知らない。知らない。え、 HIV にならないな。そうそうそう、HIV にかからない予防する飲み薬のことをプレップって言うんだけど、まあ、それを飲むと 99.9% ぐらい HIV になるのを防いでくれる。うん、そのもう一個聞きます。プレップを飲んでるか飲んでないか。なんでプレップを知ってるけど飲まない。飲む、お金ないさすぎて。あらーあーねー。だからでもなんかやる相手はプレップ飲んでる人だったら。あれ。あー、まあ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 、サスケさんがやってるじゃないですか。はいはいはい。サスケさんがもう大好きで。おうおう。あら、じゃあ結構な同変態ね、あの。オンリーファンズ課金してるの。やばー。逆になんか予防してることとかある。はい。あ、気まずい。気まずい。気まずい。向こうがだからやってくださってるからね。はい、ということでちょっと聞きたいんですけれども、担当直に聞きます。プレップを知っているか知らないか。
知ってます。お、知ってる、はい、じゃあちょっと知っているという方にシールを貼っていただいて、プレップを飲んでいるか飲んでいないか。飲んでいないです。飲んでいない。ちなみにプレップに興味があったりとかはするんですか。めっちゃ興味あります。あ、めっちゃ興味あったんだ。あるんだ。でも一応調べたりとかも結構したりとかしている。そう、めっちゃ調べてます、ね、あ、はい、調べては調べてるんだ。なんで飲んでいないのかっていうのを聞きたかったりするんだけど、プレップをこう飲む前にいろいろクリニックとか行ったり、ちょっとハードルが高いなっていうのと、お値段がやっぱり高いっていうのが。そうだよね。そう、もうちょっと安くなったりとか、自分の中で手の届くような感覚帯とかだったらトライしてみようかなっていうふうに思えたりとかはするんだ、うん、あ、しますね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということでございます。おいくつですか。32。三重の。プレップを知っているか知らないか。知ってます。知ってる。2人とも知っている。知ってる。プレップを飲んでいるか飲んでいないか。飲んでない。プレップを知っているけども飲んでない、うん、興味はあったりとかしますか。いや、僕生やらないで。あ、そもそも生やらない。ちゃんとゴムで。はい、兄さん生で。生だけど彼氏いる。お互いの、ね、ことを知ってるからね。そう、大丈夫。いなかったら飲んで。絶対多分生はしない。基本的に。なんでですか。信用してないから。なんかあったんですか。いや、信用しちゃダメだと思います。プレップを彼が飲んでいたとしても、飲んでるって証拠がはっきり分かるまで、はい、固い。でも堅実でいいと思う、うん、飲んでますみたいな人信用してないです。あ、プレップを飲んでる人もまず信用してない。飲んでるから生でやろうよって言われたら信用してないです。あー、なるほどね、なるほどね。飲んでるって言ってるだけで飲んでない人はいっぱいいると思います。確かに今飲んでる人がすごく飲んでるだけだもん。そうです。わかりました。ありがとうございます。初めてのオンライン診療、簡単解説。ステップ1。ウェブサイトからモナー青山クリニックの LINE を追加。ステップ2。いくつかの質問に答えていくよ。わかりやすい質問ばかりで助かる。不安なことがあれば LINE で簡単相談もできるのもオンライン診療の魅力だよね。ステップ3。当日16時までに頼めば即日発送、超助かる。はい、ということでございまして、新宿2丁目でいろいろ聞いてきたんですけれども、はい、本日はちゃんと先生をお呼びしました。ありがとうございます。坂東先生でございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。西野坂東です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介ですね、はい、させていただきますと、私医師でかつてですね、男性専用のクリニックとかもやってたし、これからも男性に優しいクリニックっていうのもですね、いろいろ展開していこうと思っててですね、男性の悩みっていうのはたくさん当然聞いてきたので、はい、今回もいろいろインタビューで質問が来ているということで、そういう方たちの悩みに答えられるかなと思います。モナクリニックの顧問からしていただいて、じゃあもう聞きたい放題で、男性の悩みといえば多種多様ありますけれども、2丁目でプレップ、について知っているか、はい、実際飲んでいますかっていうのを聞いてきたんですけれども、前回動画を上げてからいろいろ質問が改めて来ているので、いろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずはプレップとはというところをちょっとまた改めてちょっと聞きたいんですけれども、ざっくり言うと、プレップっていうのは性行為の前にある程度飲んでおくことによって、HIV の感染を防ぐというものなんですね、はい、毎日ずっと飲み続けるっていうもの、デイリープレップって言うんですけど、それとオンデマンド、その性行為をする時だけ飲むもの、はい、2つあるんです。2パターンあるという、そういうことですね。事前に飲んでおくっていうふうに覚えておいてもらえると分かりやすいかなと思います。なるほど。プレップの金額感っていうのは、オンデマンドがあったりとか、そのデイリーがあったりとか、2パターンあると思うんですけど、金額は差があったりとか。デイリーはやっぱ毎日飲むんで1日1回でいいんですけど、オンデマンドだとですね、1回4錠でいいんですよ。1回4錠。その4錠だと最安で1706円。え、安い。ちょっと美味しめのランチぐらい。うん、確かに確かに。もっとするイメージありましたけどね。っていうことは、こんな言葉を使っていいかもちょっとあれですけども、生で、うんうん、いいですよ。いいですよ。合ってますよね。合ってます。合ってますけどね。合ってます。全然音進まないんだねと思って。そうですよね。まあ、生でやってしまった、楽しんでしまったっていう時に1706円、まあ、4錠、まあ、頼んでおいて、まあ、それを飲めば HIV の予防をしっかりできるということ、オンデマンドもデイリーも予防率っていうのは変わらない。そうです、そうです。なんで2つあるかっていうと、性行為の頻度が多い場合はデイリーで毎日飲んでた方がいいですね。だいたい月2回以上やる場合はデイリーの方が
かなっていうふうに言われてて、2回ないぐらい、まあ、1回ぐらいの場合はオンデマンドの方がいいかなっていうふうに言われてます。オンデマンドだと1700円、まあ前後、うん、デイリーだとどれぐらいだと思う？一番安いのだと7900円ぐらいですかね。そんな安いの、うん、プレップって高いイメージあるよね。ジェネリックとかもあって、うん、確かに先発品のやつ、はいはい、クッソ高いんですよ。やっぱそうなんだ。ジェネリックが出て安くなって研究も重なってきて、そうですそうです。ジェネリックって聞いたらすぐ黒柳徹子が出てくるんですよね。ジェネリック効果は実証されてるんで、うん、その意味での心配はいらないかなと、うん、インスタのね質問とかにも来てたんですけども、錠剤自体って大きくて飲みづらかったりとかするんじゃないですかっていう質問なんですけども、うんうん、実際にどれぐらいの大きさなんですか？まあ、実際ですね、今日持ってきたんですけど。なるほど、ありがとうございます。これぐらいなんですよ。ちょっと見てもいいですか？え、意外とちっちゃいじゃん。私が飲んでるビタミン剤よりちっちゃい。おう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 。海外のサプリメントってクソでかいじゃん。飲み込めないよ。飲み込めないよ。飲めるな、私。結構今梅毒の感染率がすごい上がっていると思うんですね。プレップは梅毒とかっていうのは感染の予防っていうのはできるんですか？プレップは梅毒とかは予防できないんですよ。できない、できない。これも HIV だけ。ただ最近ですね、ドキシペップって言ってドキシサイクリンっていう、まあ、お薬を使って行為のあと72時間以内にドキシサイクリンっていう薬を1回飲むだけで梅毒もそうだし、クラミジア、あとリンキン、はい、これらを防げるっていう最近出てきたんですよ。それがもし皆さん飲んでしまったら、新宿2丁目で林業梅毒クラミジアっていうコールがなくなっちゃう。コールがなくなっちゃう。そこでの疑問なんですけど、プレップとドキシペップっていうのは併用して飲むことができるんですか？大丈夫です。へえ、感染防御じゃん。事前に防ぎ事故に防ぐ、ね、完璧です。ドキシペップってもともとペップっていうのがあって、そこにドキシっていうのがついてたんですけど、はいはい、そのペップっていうのはペップ自体、はい、これは事後の HIV の治療、これがペップなんですよ。ウイルスが入ってきても感染がすぐ成立するわけじゃないんですよ。こうよいよしてるんですよ。でそれが細胞の中に入っていくと感染成立になるんですけど、それの前にお薬を飲んでおく、それによって感染の成立を防ぐ。え、すごいわ。でこれも西洋医学と同じで72時間以内、72時間以内、これはでも大事なことですね。72時間以内だったりとか、プレップだったら行為の前とかだと思うんですけれども、欲しい時にいざってなってくると、そういった場合はどうするの？モナクリニックは夜間でも処方できるんで、うんうんうん、そういうことってやっぱ夜確かに、うん、あることがまあ多いんじゃないですかね。夜間、例えばオンラインでやればバイク便だったりとか、うん、飲めるようにしてくれる。そういうことです。これからどん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 暑くなりますけれども、うん、そうですね。他に夏とかでおすすめできるものあるものとかあるんですか？例えば制汗剤とか。制汗剤、あと飲む日焼け止め。制汗剤までやってるんですか？制汗剤と飲む日焼け止めも。そうですそうです。飲む日焼け止めって聞いたことないですね。実は昔からあるんですよ。私初めて聞いた。まあ、塗るのはまあもちろんあるんですけど、はいはい、汗で落ちちゃったりとか、はいはい、何回も塗り直さなきゃいけないとかあるので。飲み薬だと薬には1日効くんで。でもさ、なんか私はやっぱ思うわけですよ。なんですか？あの、今もう分かったから私は違うの。若い子たちにも始めやすくしてほしいわけ、私は。せっかくセカンドストリート、まあ、こんな話してるんでね、まあ、セカンドストリートでちょっとなんか特典だったりとか、なんか知らんね。準備してきました。あ、ありがとうございます。もう話が早い、早い。プレップはですね、事前に検査しておく必要があるんですよ、うんうん、そうですね、うん、HIV とあと B 型肝炎ですね。この2つの検査を無料で提供することによって検査代かからずに飲み薬代だけっていうキャンペーンを一つ用意しているのと、あとドキシペップって梅毒、はい、クラミジア、リンピョ、はい、この3つを防げることになるわけですが、はい、この3つのうち2つの検査の料金を無料とさせていただきます。その検査っていうのは実際に足を運んでいかないといけないのか、うん、来なくていいんですよ。検査キットっていうのが今あって、はいはい、それを郵送するんでご自身で検査できるんですよ。しかも自分で結果の判定もできるんで、その場で。そうです。15分ぐらいで分かっちゃう。ということでね、概要欄の方からですね、モナクリニックさんの URL など貼ってありますので、皆さんぜひぜひ、夏というのはですね、お盛んになりやすい、お誘いされやすい、あとお誘いしたくなっちゃう、そんな季節でございますからね。皆さんぜひぜひ概要欄の方から飛んでいっ
ただきたいと思います、うん、ということで本日はモナクリニックの坂東先生でございました、ありがとうございました。